桑名と矢上に忍び寄る影。日本最大の情報機関である公安の狙いは厚労省の事務次官楠本玲子にあった。彼女は5年前桑名の手引きにより息子を追い詰めた河合伸也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。さすがつくも、よく突き止めたな。楠本充の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。で、たどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本充はそこで眠り続けてんだな。楠本玲子は13年間ほぼ毎晩息子の病室を見舞ってます。事務次官になってからもずっとです。矢上氏たちが彼女と直接会いたいのなら、そこへ行くのがベストでしょう。しかしよ、矢上、お前マジで楠本玲子に自首させんのか。なあ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。それが殺しをやってたなんてことになったら、日本中が大騒ぎになるぞ。そんな秘密を隠すから他の誰かがツケを払わされんだ、沢先生みたいにな。うん、そうだよ。それに楠本玲子が河合殺しで自首すれば、公安にはもう動く理由がなくなる。 RK をかばう理由もな。そうしたら警察は沢先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに、僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね、楠本玲子に自首なんかさせないって。ああ、だから今回はあいつに内緒で動く。楠本玲子を直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから。僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから。矢上さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。後から東都大病院に来て。わかった。それじゃ。俺は何をすりゃいいんだ、矢上。お前は RK に昔の知り合いとかいない？相馬と阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前な、そんなこと俺に。できねえわけねえだろうが。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。頼んだ。でも気をつけてな。スパイしてんのがバレたら結構ヤバい相手だぞ。抜かりねえよ。俺はプロの元ヤクザだからな。んじゃ。あの人は口が悪いだけでいつも協力的ですな。ああ、なんか最近暇してたらしい。いっそ矢上氏の事務所でスカウトしたらどうです？海藤さんが復帰してきたら相談してみるよ。それより悪いな、つくも、また杉浦借りちゃって。何を今さら、水臭いですぞ。ではこれにて。来てたのか。またな。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。なんでこんなにかね。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何見たんだ。Ha!
時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いた、ごちそうさま。ありがとうございました。この絵は。ここだな。ありがとうございました。いい加減にしろよ。おう、
まったく。信じらんない。なるほど。
おい。あ？ところで、
はあ。ミナトちゃん、わかった。
八神さん。おう。なんだって？すみません。マジかよ。八神さん。え？
え？はい。ああ。なるほど。なんだって？はあ。それって、はあ、ところで。はあ。あの、
大丈夫だよ。八神さん。出たのか。またな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しろや。いらっしゃいませ。いただこうれ、ごちそうさま。ありがとうございました。
よろしく。よし。よし。
ん？八神です。時間食っちゃったよ。
Yeah? あの、私、こうやって男の人と一緒に歩くのって初めてで、緊張しますね。俺もある意味こういう形で女の子と歩くのは初めてだよ。そうなんですか？なんだかちょっと嬉しいです。周りの人たちは私たちのことをどんな風に見えてるんでしょう？それは純粋に俺も気になるね。ミナトちゃん、その格好で暑くない？はい、大丈夫です。もう慣れましたから。まあ、それならいいんだけど。むしろ冬なので、暖かくてちょうどいいくらいです。防寒対策としてはバッチリってことか。
わかった。これに書いてるんです。つまり？はい、何か思いついたら一人でネタを書いたりしてます。披露する相手もいないんですけどね。マジで？いいですけど笑わないでくださいね。あ、いや笑っては欲しいんですけど、なんというか。いやいや、そういうことなら、どうぞ。なるほど。みなとちゃん。え？耐えられなくて、人にネタ見てもらうの初めてで。心臓が飛びそう。面白いじゃん。本当ですか？他にはどれが面白かったですか？あ、それ自信作なんです。よかった、受けて。文字だけでも結構伝えられるんですね。これって？ああ、それはお題メモです。街中で見たものを即興で謎かけできるようにいつも考えてまして、それでうまく思いつけなかったものは宿題としてメモしてるんです。でも最近は宿題減ってきましたよ。へえ。何かお題ください。カムロップか。はい、整いました。カムロップとかけまして、一流大学と解きます。ん？入るのがとっても大変でしょう。なるほど。耳に手を入れる特別な作りなので戸惑いますよね。入った後は楽ちんなんですけど。はっ
私ですか？私は…なんだろう…あ、はい、整いました。東堂港とかけまして、覚え始めた外国語と解きます。ん？最初はさっぱり話せません。フォローありがとうございます。紅茶、紅茶、はい、整いました。紅茶とかけまして、ゴルフと解きます。ん？綺麗にカップへ入れましょう。なるほど。あ、そうですね。ノート、はい、整いました。ノートとかけまして、デートの約束と解きます。ん？破ったら修復するのが大変でしょう。それって…違いますよ。私はそんなんじゃないと思います。すごいじゃん。ありがとうございます。でも、もっとひねったことを言いたかったな。ちょっとメモしておきます。みなとちゃん。はい、何ですか？なんでしょう。はあ、だって不意打ちは卑怯ですよ。でも確かにちょっと、すごく楽しかった。みなとちゃん。好きというか、コーヒーが得意じゃなくて、香りは好きなんですが、苦いのが苦手で、だから選択肢があまりないんですよね。でも飲めるようになりたいなとは思っています。なるほど。そうしたらまた付き合ってくれますか？ありがとうございます。じゃあ手付金を。そういえばさ、正直あまり実感ないんです。アルバイトも結局カムロップに入るだけですし。すみません、実は未だに地域振興課の室井さんの顔も認識できていなくて。みなとちゃん。ですか？そんな人見たことないですけど。まぶたに目？これなんだけどさ。あ、なるほど、これか。ん？いいですね、これ。くだらなくて。
それって、いえ、さすがに違いますよ。このアルバイトをしている人で許可された希望者は持ち出し可能なんです。いつシフトに入ってもいいようにと。まあ実際に持って帰ってるのは私だけみたいですけど。すごいじゃん。そうでしょうか。おう、ありがとうございます。そんな風に褒めていただいて、その嬉しいです。あれなんだけど。漫才コンテストですか。いいですよね。私も見に行こうと思ってます。みなとちゃん、私がコンテストに出るんですか。正気ですか。無理に決まってますよ。いや、笑顔。おう、でしたか。でも人前で漫才なんて一番私からほど遠いというか。ああ、そんなはっきりと。いやいや、大丈夫だよ。少し考えさせてもらってもいいですか。まだ心の準備が。おう、わかりました。みなとちゃん、そうですね、行きましょう。
い加減にしろや。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。八神さん。ん？お願いします。ああ。
八神さん。八神さん。八神さん。エミリちゃん。うん。よろしく。
るな。負けちゃった。楽しかったよ。また寄らせてもらうよ。いらっしゃい。待っててよ。また寄らせてもらうよ。わかった。そういえば高雪、高校でも働いてるって言ってたよね。ああ、星稜高校のミステリー研究会とかで指導員やってるよ。へえ、青春の真っ只中にいるんだね。エミリちゃんは高校時代はどんな子だったの？今とあんまり変わらなかったよ。東京の高校に行ってたんだけど、高校は楽しかったな。高校時代はモテたんじゃない？うん、モテ期だった。1年に100人以上から告られたかも。すげえな。あ、行く？
お。ところで、うん、趣味全開の服だよ。お店では店長の趣味全開の服だけど。なるほど。どうかな、似合ってる？おう。そうだよね、思ってたんだ。高雪もレザージャケットにデニムだ。似合ってるなって思ってたんだよ。私たち服装の趣味も合いそうだなって。俺もだよ。実は今日服のこと言ってくれるかなって期待してたんだ。ねえ高雪、今度一緒に洋服見に行こうよ。服見ながらいろいろ語り合いたいな。おう。やった。楽しみだな。なーに？そんなに見つめちゃって。え、綺麗？ありがとう。可愛いはよく言われるけど、綺麗はレアだよ。高雪もかっこいいよ。それって。うん、お客さんにもらったんだ。なんか何十万円もするんだって。マジで？若い男の人だったよ。20代後半くらいかな。ソシャゲの会社の社長やってるって言ってた。へえ。でもさ、お金より大事なことってあるよね。ああ。高雪はお金より何を大事にする？確かにそうかも。欲しいと思ってできるもんじゃないし、お金よりレアかも。ああ。かな、わかんないや。エミリちゃん。高雪はお客さんだけど、でも友達かも。おう。うん、高雪いい人、好きだよ。それって今の好きは友達として。でも。なんでもない。
わかった。
ああ。なんかありがとね。なんか悩みを話したらすっきりした。そう、うん、苦しい思い出もエネルギーになる。うん、確かにそうかも。忘れちまった方がいいこともあると思うよ。うん、でも忘れられないから。それなのに忘れようとしてずっと苦しかったから、だったら前に進むエネルギーにしちゃえばいいって思うの。なるほどね、わかるよ。おい、
まあな。
ああ、嬉しい。飛ばす。じゃあまた。
ターボ。いや、まさか。
なるほど。なあ。え？よし行こう。よしよし、お前の鼻が頼りだ。頼むぞ。こっちだな。頼むぞ。任せたぞ。頼むぞ。こっちだな。任せたぞ。こっちだな。おい。
おい。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとう。でも来ない。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。しばらく寝とけっての。なあ、八神さん。
なんだって？いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとう。
うです。いや、はい、飛ばす。ふん。はっ。よし。はっ。よし。ふん。
いざ勝負です。勝たせてもらうよ。ナイト負けてしまった。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただごちそうさま。ありがとうございました。
何を。大丈夫、降りるときに返すよ。これに入れとけば電波遮断して盗聴されないの。この辺を一回りしたらまた病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あなたたちは。俺らは探偵で、北方先生とも話をしています。満君のことや、それから5年前、河合深夜に何があったかも知っています。何の話か分かりません。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちはあなたの敵じゃありません。そう、ならご用は何です。真実を伺いたいんです。あなたの口から河合深夜を殺害した件について。そんなことはしていません。先日北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今桑名と名乗り、偉人町で便利屋をしています。あなたに電話をかけてきたのはあることを確かめるためでした。あること？あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか。結果から言うと、あなたの携帯は盗聴されてました。その通話相手はGPS で逆探知までされます。携帯の逆探知にはどうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら日本じゃまず公安だけです。その公安があなたの弱みを握ろうと桑名を追っています。今の状況がわかりますか、楠本さん。あなたは官僚として特殊な存在みたいですね。ずっと出世ルートを外れていたのに、主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。満君の身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。そして実務でも有能となると、一官僚としては力を持ちすぎているようです。実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行してる。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。もしそういうことなら、私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは政治や経済を牛耳っている権力者たち。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまりしがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上、それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと。そういう一面もあります。しかし世の中とはあらゆる価値観が混沌と存在しながら、それを継続させることが必要とされます。全てのしがらみを紐解いていけば、その先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とは、むしろしがらみに縛られながら国家を安定させ継続させることにあるのです。つまり公安が守っているのは、そんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は確かに邪魔な異物なのかもしれません。邪魔な異物か。なるほど。つまり体制側の人たちにとっては、あなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。え？
大人の偉い人たちにもいじめがあるってことね。ああ、だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってたんだ。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明弘の件です。ご存知ですよね。ええ、現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いてあなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。公安はそれをきっかけに動き出したんじゃないですか。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレがカムロ町で河合信也の消息を探ってました。その結果奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら儲け者です。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの？調べを進めた公安はやがて楠本光と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが沢先生です。彼女は光くんの元同級生で江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した三越芝の教育実習まで担当してたんです。間もなく RK は偉人町まで来て沢先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。沢先生は桑名が三越芝殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。暴力と恐怖で知ってることは何もかも喋らされる。楠本さん、彼女が殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか？彼は私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないとも。俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。息子さんは今どういう状況なんですか？いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。問題はそれが13年間ずっと続いていること。そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも目覚める可能性が上がるならと思って。でも結局やってることは前の病院と大差ありません。私には待つことしかできない。公安からあなたのところに何か接触は？誰か不審な人物が近づいてきたりとか？心当たりはあります。なんていう人ですか？そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。ええ、そうですね。もし心当たりがあるなら教えてもらえませんか？連中の狙いが何なのか。彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。年金？国民が積み立ててきた年金を厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。え？
それをもっと利益が出るよう、リスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。それが死にゆく日本経済を立て直す最後の手だと彼らは考えています。この国の未来のために。そういうもんなの。もちろんうまくいけば大変結構です。ですがもし博打に負ければ、国を信じた人々の老後に私たちは何の保証もできなくなる。だから厚労省はずっとリターンは少なくても堅実な運用を大方針としています。なるほど、話が見えてきましたよ。え、嘘でしょ。ちょっと置いてかないでよ矢上さん。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること。日本の経済を再生させるためにね。で、楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければ年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。別の新しい事務次官がやろうとしたって、それこそすぐしがらみに潰される。だからその弱みを握って操りたいってこと。ああ、しかももし160兆の博打が失敗した時には全部楠本さん一人のせいにできる。なるほど。それにしても160兆って。もうそこまで具体的な話で接触を受けてるんですか。かもしれませんね。河合信也のことを聞かなきゃなりません。5年前にあなたはその手で彼を殺しましたね。河合に対するあなたの気持ちはわかります。でもどうしてもやらなきゃならなかったんですか。北方先生と話したなら、あなた方はビデオの件も知ってるはずですよね。ミツルが受けた仕打ちを。ええ。河合はともかく、他の生徒たちは知らぬ存ぜぬで何の責任も取らず、気の毒そうな顔してミツルの病室を見舞いに来てました。でも今にして思えば、彼らはミツルに目を覚ましてほしくなかったんでしょうね。だから様子を確かめたかったんです。なのに私はあの子たちに頭を下げてお礼まで言っていた。北方先生がビデオを見せてくれたのはそのずっと後です。その時彼らに何も罰が与えられていないのは間違いだと分かりました。だから連中を泥沼に引きずり込んだ。全員に河合を殺す片棒を担がせて。そこまで分かっているなら、これ以上私に何を聞くんです。わかりました。改めて言いますが、俺たちはあなたの敵じゃありません。でしたらもう下ろしてください。何か桑名に伝えることはありますか。あります。すぐにどこか遠くへ逃げてほしい。公安に目をつけられた以上、捕まるのは時間の問題。国内にいたらどこであっても危険です。もし彼が公安の手に落ちたら、知っていることは全て引き出されます。拷問とかされちゃうってこと。ええ、その時は多分絶対表に出ない場所で、誰だって耐えられません。洗いざらい喋らされるでしょう。そして私も弱みを握られ、公安に逆らえなくなる。そうですね。きっと国民のお金は博打に回され、何より誰も厚労省の腐敗を立て直せなくなります。そうですか。でも
それが何なんです。え？あなたはやっぱり自首するべきですよ、楠本さん。殺人の罪でですか？でも私が殺したのは本当に人だったの？河合信也は正真正銘の人でなしだった。あなたはミツルが何をされたかビデオを見たんでしょ？北方先生のことを私はずっと憎んでいました。ミツルへのいじめを軽く見すぎた無能教師。でもそれが8年も経って私の前に現れ、あのビデオを見せてきた。そしてそこに映る連中を罰しなくてはならないと言った。ミツルのために絶対にやらなければならないと。あなたはそこで踏みとどまることもできたはずです。ええ、確かにそう。散々迷いました。いくら恨みがあってもそれは決して許されることじゃない。でも北方先生の言葉が頭から離れなかった。だから私は河合が神室町で働いていると聞かされ見に行った。河合は満の飛び降りの直後、私に涙を見せて謝罪したんです。会うのはそれ以来でした。あいつが私を見て凍りつき、また一言謝ってくればそこで踏みとどまれたかも。そうはならなかったな。ええ、あいつは私の顔を見てもまるで誰だか気がつかなかった。それどころか若い男に言い寄ってきたおばさんだと勘違いしてた。お小遣いをくれれば遊んでやるよって。やっぱり謝罪の時の涙は形だけだった。そんなこともちろんずっと前から分かってたけど、私はあいつを殺しちゃいけない理由を見失った。ミツルをいじめてた他の子たちは命が取られないだけ感謝してほしいくらい。だから私は自分に償わなきゃいけない罪があるとは思えないんです。だいたいずっと目覚めない息子の顔を毎日見てるのに、これ以上私に何をしろっていうの？桑名もそう言ってましたよ。でも今言ったのと同じことを彼女にも言えますか？これは沢さん、あんたたちは憎い相手を殺してうまいことやったつもりだろうが、その結果起きた彼女の犠牲からは都合よく目をそらしてる。俺は以前、誰かの正義に他の誰かが犠牲にされるのを目の当たりにしたことがあります。だから同じことを黙って見過ごすわけにはいかないんです。このスマホは盗聴されていません。もし自首する気になったら、これで俺たちにも連絡くれますか？こっちの話は以上です。車、ここでいいの？八神さん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。ああ、だからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか。じゃ、お言葉に甘えまーす。
みてる。お。もしもし。ああ。それって。もう。時間食っちゃったよ。
八神さん。お。みなとちゃん、よし。おう。分かった。はい。まあな。ちゃんと歩くのはなんだか新鮮だね。この前も一緒に歩いたじゃないですか。あれは湊ちゃんと歩いたというよりもカムロップと歩いた感じだし。あ、そうか。そう考えたらまたなんか緊張してきました。さっき見たラーメンの模型かぶりやすそうだったな。俺ラーメンの隣歩くの嫌なんだけど。
そういえばコンビ名どうするの？必要だよね。確かにどうしましょう。ヘッドショットラバーズとか。それどういうセンス？君たまに怖いね。ハウスオブザデッド2を今ドリームキャストでやっていまして。なるほど、いい趣味してる。あとは無難なところだと名前入れるのとかかな。ヤガミ&ミナトとか。語呂があまり良くないな。ヘッドショットラバーズは無駄に語呂がいいね。時間もないですし、ヤガミナトとかでいいんじゃないですかね。なんか急に適当になったな。まあいいか、ヤガミナト悪くないかも。コンテストで優勝したら何かもらえるの？確か金一封とやたら大きな優勝カップがもらえるはずです。やたら大きな優勝カップ？はい、正直置き場に困ると評判で、優勝したコンビのどちらが引き取るかで喧嘩になるとか。罪作りなカップだな。私あそこに立つんですか？はあ、おう。よし、行くぞ。はい、どうも。ヤガミナトと言います。え？嫌ですけど。ミナトちゃん。実はさ。
取ってもらえるかな。いやそれ俺がやるやつ。
お願いします。態度だよ。ありがとうございました。
ありがとうございます。八神さん。ん？ありがとうございます。